よかっぺ祭りに私たち大久保中学校吹奏楽部をお招きくださってありがとうございます。短い時間ではありますが一生懸命演奏しますので皆様どうぞお付き合いくださいますようお願いいたします。今日の司会進行はホルン担当の小室とユーフォニアム担当の墓がお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。さて大久保中学校吹奏楽部は1年生から3年生まで97名の部員がいます。実は今日このステージに立っているのは 1,2 年生の新チームなのです。この間実施された体育祭で3年生が受験のために引退を迎えました。毎年おかっぺ祭りのステージが 1,2 年生のデビューステージなのです。ですので皆さんどうぞ私たちを温かく見守っていただけたら嬉しいです。それでは早速演奏に移りたいと思います。最初に演奏をお送りする曲は行進曲エンターテインメントマーチです。このマーチは今年の吹奏楽コンクールの課題曲でもあります。それでは聴いてください。エンターテインメントマーチです。Yeah.
ありがとうございました。さて続いて演奏いたします曲は NHK の朝の連続ドラマあまちゃんのオープニングテーマをお送りします。ドラマ放送直後から高視聴率を続けている人気ドラマですが、このオープニングも多くの方に親しまれている曲と言えると思います。どこか懐かしいコミカルなリズムと明るい曲奏をお楽しみください。それでは演奏します。あまちゃんオープニングテーマです。ありがとうございました。さて次の曲はスーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスを演奏します。はい、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス、長い名前の曲ですね。はい、でもメロディーを聴けば皆さん、ああこの曲かと思いますよ。ということは皆さん知っている曲なんですね。はい、映画メリーポピンズの劇中歌であり、チムチムチェリーと並んで世界中で親しまれています。もちろんディズニーランドでも耳にします。わかります。それでは聴いてください。スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスです。